ペトロパブルフスク・カムチャツキー包囲戦は、クリミア戦争の太平洋戦線における主要な戦いである。1854年の8月から9月にかけて、ロシア帝国の極東最大の拠点だったカムチャツカ半島のペトロパブルフスクに対して、イギリス・フランス連合軍の艦隊が砲撃を浴びせて、上陸を観光しようとした。これに対して、 感染の数でも、兵力でも劣るロシア側が防戦に成功し、ロシア側の犠牲者100人ほどに対して、英仏連合軍は5倍ほどの犠牲者を出して撤退した。開戦時、ロシア軍は東シベリア総督、ニコライムラビオフの励下にカムチャツカ召喚隊を配備しており、このうちペトルパブルフスク付近水域には、フリゲートのアブローラという総船のドビナが所在していた。 このほか、対日海国外交交渉のため、日本及び、新の近海水域に県費、全県施設、海軍中将エフィムプチャーチンの指揮する機関フリゲート、パルラーダ、基礎、スクーナーボストーク、コルベットオリーブツァ及び、ロベーガイシャブスを輸送船、メンシュコフ港の4隻の艦隊が来航しており、さらに老朽化したパルラーダの大艦として、新造フリゲートディアナが開港されつつあった。 ペトロパブロフスク・カムチャツキー方囲戦一方、海軍少将、デイビッド・プライス指揮下のイギリス軍太平洋艦隊の艦船と、海軍少将、オーギュスト・フェブリエイコールデポワンと率いるフランス軍、太平洋艦隊の艦船は、合計9隻あった。ロシア軍側では、1854年6月21日に、沿海地方のインペラートルスカヤ湾で、 村ビヨフとプチャーチンの協議が行われ、東シベリア沿岸の防備強化のためプチャーチンの艦隊を解散し、ボストークとオリーブタは、東シベリア総督のメンシコフコは、ロベイ会社の指揮下にそれぞれ編入。老朽艦パルラーダは、捕獲を避けるため武装解除のウェアムール川川口へ送ることが決まった。プチャーチンは、パルラーダからディアナに乗り換え、1854年秋に、 日本へ、開国交渉へ向かっている。その後、パルラーダは、喫水の関係でアムール川川口へは到達できず、インペラートルスカヤ湾内に渓流アブローラとドビナは、ペトロパブルフスクの港内に避難させ、この2艦が、ペトロパブルフスクで予測される、英仏連合軍の上陸作戦に備えることとなった。プライスは、母港バルパライソから5隻を出撃させ、 太平洋を横断し、1854年7月に、ホノルル・デ・ファブリエ・コール・デ・ポワンと率いる、フランス艦隊と合流した。アンフィトライト、アルテミス、トリンコマリーのフリゲート3隻を、カリフォルニア沿岸でのロシア艦船に対する警戒へ送り出し、本隊は、ペトルパブルフスクのロシア艦船と戦うために、カムチャツカ半島に向かった。艦隊は8月28日に、 カムチャツカに到達した。後遺戦は、英仏のフリゲートによる艦隊が、アバチャワンに投病した1854年8月28日に、開始された。これに対しロシア側は、アブローラとドビナの2艦がペトロパブロフスクに、避難中であり、海岸砲台の後ろに隠れている状態であった。アブローラは、砲台のあるサシの後方に避難していた。 好位戦の地図海軍少将プライスと海軍少将ファブリエデポアントが率いる連合軍の艦隊は8月30日にアバチャ湾内のペトロパブルフスクに前進して砲撃を開始した。この艦隊に対し海軍大佐バシーリーザボイコ率いるペトロパブルフスク氏の守備隊には大砲が67門しかなく苦戦を強いられた。A フッツ軍は一旦引き上げ、 翌8月31日も砲撃を続けることにしていた。しかし31日の朝、プライスは上官内で自分のピストルで頭を撃っているのが見つかる。自殺か事故かは判然とせず、結局数時間後に死亡した。プライスは礼儀正しい人物だったが優柔不断でフランス軍との共同行動に苦しみ多くの問題を抱えていた。イギリス軍側の指揮は ピケの艦長フレデリック・ニコルソンが引き継いだ。ペトロパブルフスクの守備隊はわずか1000人余りで、この中には湾内に逃れた2隻の艦船の乗組員も含まれていた。A フッツ軍は湾内への上陸をプライスの死後しばらく延期したが、いよいよ実行に移すため再度アバチャ湾内に艦隊を侵入させた。9月4日、A 軍のバーリッチとフッツ軍のデラ・グランディエール率いる。 水兵などからなる700人の陸戦隊が湾内に上陸し、ペトロパブルフスク市街への突入を狙ったが、待ち伏せしていたロシア兵との激しい戦闘の後、退却を強いられた。英軍の死傷者は107人、仏軍の死傷者は101人に達した。これとは別に970人の英仏連合軍がペトロパブルフスクの西に上陸したが、360人。 ほどのロシア軍により退却させられている。結局英仏連合軍は、ペトロパブルフスク占領を諦めて9月7日に撤退したが、ロシア軍の小さなスクーナーアナディリという総戦士とかを捕獲して帰った。ペトロパブルフスクカムチャツキー包囲戦この戦いの勝利については、イルクーツクにいた東シベリア総督のニコライムラビオフに伝えられ、さらにシベリアを横断して、 首都サンクトペテルブルクへも、老報として届けられた。しかしニコライムラビオフは、遠隔地で補給も、ままならない、ペトルパブルフスクの防衛の不利を鑑み、守備隊員の撤退を決断した。決定は、イルクーツクから、現当のシベリア及び、オホーツク海を越えて1855年3月に、カムチャツカまで届けられた。1855年4月、バシーリ・ザボイコ率いる、 守備隊都市民は雪に閉ざされたペトロパブロフスクを脱出し、A フッツ軍に見つかることのない農務の中、デイコールカストリワンのデイコールカストリへとオホーツク海を横断し、アムール河口のニコライフスクに到達した。この後、5月21日に日本での外交交渉を終えたエフム・プチャーチンが、ヘガでペトロパブロフスクに到着した。日本にいたプチャーチンには、 英仏軍の統治攻撃の情報が伝えられていなかったが、残留していた将兵から戦闘の発生と守備隊の撤退を知らされたため、プチャーチンは直ちにペトルパブルフスクを出港。途中でイギリス艦に発見されるがノームを利用して追跡を振り切り、6月20日にニコライフスクに到着している。1855年5月に、 英仏連合艦隊は再度ペトロパブロフスクを攻めたが、もはや無人であった。その後カムチャツカを拠点に、ロシア軍艦船の捜索を行ったが、全く実りがないままだった。この後、イギリスはカムチャツカの領有を模索することも、カムチャツカに攻撃を行うこともなかった。この攻撃に加わった艦船は以下の通りである。以下の艦船は艦隊の一部だが、 カムチャツカ攻撃には加わらなかった。ありがとうございます。